着きましたよ、姫様。こちらは中央都市の象徴でもある王宮。そして、どうぞこちらから中へ。大丈夫かい？僕の方こそごめんね。怪我はない。僕は本よりも大丈夫？初めて見る顔だね。もあ、そういえばまだ名乗っていなかったね。僕は戸川景光。王宮にいる人の顔は大体覚えているんだけど、君は今日初めて見たから。それで君の名前は？僕の方こそぶつかってごめんね。お詫びにと言ってはなんだけど、僕でよければ王宮の中を案内してあげるよ。そうだったんだ。君は優しいね。ところで君は考え事をしてはぐれたって言っていたけど、それは大変。おかしくなんてない。姫様、こちらに。いえ、戸川様。そんな、これ以上彼女をも以後分かってくれたならそれでいいよ。じゃ、大丈夫だよ。では姫様、こちらに。ここは、ああ、顔を上げ言っただろ。今日から何か。そうですか、姫様には護衛がつくことになっていますが、では今。ありがとう。ありがとう、助かったよ。覚えてないかな。君が覚えてなくても仕方ないか。うん、
そうだよ。いいんだよ。ごめんね。今日はいろいろあって疲れただろうと。もしかして。そっか。よかった。だって。ああ、いいんだよ、そんな。お茶会にはお菓子が必要。だから君も一緒に食べて。君は小さい頃からコンペイトーが好きだったよね。そりゃ覚えてるよ。本当にごめん。何？迷惑だなんて、そんなことあるわけないよ。僕も嬉しかったんだ。昔みたいに君と一緒にこうして過ごすことができて。僕の方こそ。私、姫様には宗師さん。では、当然です。あなたには学んでいた。今日は。では、ではこ、あら、何か問題。では、はじ。あなたは一体何を聞いていたの？謝罪は結構です。初めて。ああ、そうで。ひなびた場所で育った。まったく。しかし、あなたのこので。君は一体。と。僕のことはいい。へえ、そうだ。それにか。へえ。大変よくで。そう？は、ああ、忘れていた。え？初めて聞いた内容を一回の授業でここまで。で、それは。それは。彼女を傷つけるようなことを。それに。私はそんな。そんなこと理由になりませんよ。あなたを教師として彼女につけたのは宗師様ですか？僕に謝る必要はない。君がそう。はい、はあ、君は強い。それに比べて僕。そんな。昨日言っただろ、本当は。あ、そうだ。僕でよければ。僕と。ごめんね。ああ、
昨日言っただろ。勉強といっても何。はい。早速だけど質問だよ。正解。このカップは君が答えた通り外国で作られたもので、危ない。大丈夫？僕のことは気にしな。僕が勝手にしたことだし気にしなくていいよ。それに本当まあ昔宗師にもね、あれはいつのことだったかな。申し訳ございません、宗師様。いや、いい。僕の着物のことなんか。新しいちゃん。そうはいきません。私のハンカチなどどうでも。今の宗師からは、とてもそんなことを言うなんて。君がそう思ってしまうのも少なくとも。いつからかな。ずっとそばにいておきな。僕だよ。おはよう。なんだ。あ、君が悪いわけじゃないんだけどね。そういえば昨日、最近は西洋の文化も入ってきてる。ごめん、ここから出られない君に街の話なんて。ねえ、ここから、いつか今日は、まあ、お、だからさ、大丈夫だよ。ここは手入れが行き届いていてね。うん、言っただろ。そんなに気に、この先も。本当によくわかったね。このアーチには外国、うん、姫女王だね。そうだね、そうだね。ねえ、姫女王の花、小さいけれど可憐。そういえばこの、もしかしてそんな、でも本当にお世辞では。どうしたの？もしかして無理に
すごいな。本当にすごいよ。そんなことないよ。君のやる気がなければ満点なんて取れなかったはずだよ。今日の授業はここまでにしようか。今日は頑張った君にご褒美があるんだ。ずっと王宮の中ばかりだと息が詰まると思って。どうかな、ご褒美になったかな。大丈夫だよ。百聞は一見にしかずっていう。まあ、え？ごめんね。大通りは人が。街中はいつもこんなか。ああ、ごめんね。歩い、異国の焼き菓子なんだ。うん、ここは喫茶店って言って異国。もちろん問題。どう？ならよかった。ちょっと僕。あ、本当に挨拶だけだから。君は可愛いよ。どういたしまして。火事だ。はい。何をしているんだ。そんなことを言って。君は宗師の大事な妹だ。違う。市中で火災が発生したようだ。それが一刻も早く火元を特定。は。大丈夫だよ。心配し。おはよう。死んでいる暇は。え？止まりなさい。ここは宗師様の部屋。申し訳ございませんが。どうぞ。それ。騒がしい。も一体どうしたんだ。想像。それで。まどろっこしい話はいい。言いたいこと。民を案じるのはお前。よかった。僕の話を聞いて。
なるほど、お前が原因という。確かにこの子に心配させてしまったことは謝罪します。自分の立場すらわきまえていないものの話。いや、もう十君が、うん、失礼いた。いいえ、はい、はい。お姫様にはその準備を進めるように。はい、姫様、あなたを部屋から出さないように。たとえお言づてのことで、姫様、姫様は、いや、久しぶりだね。ごめんね、僕が勉強を教えるって。ありがとう。それよりも、ある意味では君は優しいから、みんなが大変、例えば王宮へ行くには必ず町の大通りを通るから、褒められたやり方じゃないかもしれないけど。ダンスの練習については何か。あ、そっか、よし、大丈夫。あ、そっか、知らないんだ。だって僕と、僕が、じゃあ、そうそう、その大丈夫。危なかった。君をこうして腕に閉じ込め、なんてね。大丈夫。じゃあ。すみません、あの、ぶしつけで申し、僕も一人なんですが。もしかして、そんな、
あなたのような美しい、それにあなたのような方を。ああ、よかった。こんなところにいたんだ。ごめんね、遅くなって。彼女へのお誘いはお断りさせてください。そうでしたか。申し訳。いえ、こちらこそ。驚いたよ。おかしいな。一度は断っていたんだ。でも今回の舞台じゃあ。大丈夫だよなんて偉そうに言ってみたけど、僕も舞踏会に慣れてないから。だから君が一緒。やっぱり緊張。当たり前だよ。恥ずかしいの？ダメだよ。じゃあ、緊張するなら。だからそんな君と踊る。ああ、そういえばそのドレス、君にそう言ってもらえると。この時間がずっと。そこにいた。探したぞ。この様子だ。ほう、ダンスなんて所詮は。人の考え方というものはね。そうかもしれないな。皆様、早速で。そちらにおりますのが。そしてこの度こし。なんだ今し。僕もこのことに。なぜを。それは私は言ったはずだ。やそうだ。久しぶり。一緒に祭り。毎年この時期に。ごめんね。肝心な時に。これからは少しだけ。こっちだよ。もう少し。ああ。じゃあ。どうかな。それに、だから小さい頃にも君が祭りの前日に風邪を思い出して、君と君と二人で。
様、失礼いた。婚礼の際のど、そうでしたか。僕だけど。急に来てしまって。仕事のことなら心配、それに。荷造りは。それも仕方ないことだよ。それじゃあ、ありがとう。でもこの夢の、そうだ、前回は途中であんな、いや、僕、それは僕は、そう、変なことを言ってごめんね。え、ごめんね。ん、昨日す、どうして外で僕に接触してきた。だが、一体。そう焦ることはないよ。その時は。まあ、これ変だなんて、本当に、ええ、姫様のような、きっと本当に。ではちょ、どうかされ、そうでしたら、どうなさる。では戸川さん、ですが姫様は明日に、部屋を出て次の角まっすぐ行く。お待ちか、姫様行けません。はい、どうして僕に、あ、それで、そ、君が、ごめんね、たとえ。君がそう思うのは、君は。
やれやれ。随分と。大丈夫だよ。計画通りやってくれないと困るな。そうなんだ。秘密裏に王宮に潜入して、せっかく警備配置を調べ、君をごめん、ダメだよ。安心して、本当だよ。わかるよ、僕らは同じ目標か。みんなをまとめるのは大変だけどね。無駄な血を流さないことだよ。難しいかもしれない。僕は本気だよ。大丈夫だよ。この子だけ、これじゃあ。ごめん、僕たちのこんな大変な時、このまま。それはできない相談だ。私の妹は他国。随分とここに来るのが早かったね。お前の考えを見通す。嬉しいことを言ってくれるね。あいにくだけど、僕には君の目を覚まさせたい。これが僕から目を覚ませ送信。今ならばまだ間に合う。気持ちは分かる。お前の腰入れが終わったよ。言っただろ、私が敵ではない人。つまりこの状況でも僕。甘いか。この国はすでに腐りきっている。大事。ああ、そうだね。しかもそれに飽きたら命を狙う。そのままの意味だ。私はそれ、君たち兄弟が命、まさか忘れて。覚えているに決まる。何も本当はこうなるはずじゃなかったからね。覚えてないかな。お前が覚えていないのも無理ない。前日に熱を出し、うん、あの後君を連れ出それがあの日でも、それお前のことは、お前が王宮を覚えているに決まっている。
それでいい。宗師のことを見ていなかった。僕は何が君。何を言っ、お前には本当に感謝している。宗師、それにお前を欺く。でもいくら命を狙われていたからとはいえ、まだ当たり前。いくら君が許してくれる。でもお前が必要なんだ。それにお前は僕が間違っていた。それに祖師。ああ、今度こそあの日の。危ない、気をつけて。姫様、ご無事ですね。王宮内の一部で火災が発生している。聞いたか宗師。急ぐ宗師。宗師、これは革命軍の仕業などではない。この国を立て直そうにも腐りきってしまった。宗師、重鎮である古参大臣の降格と合わせて私腹を肥やす大臣の登用。くそ、僕らの革命を成功、革命を起こされる側が。ああ、全ては腐りきったこの国だけど、民の声に耳を傾け、私がいなくなることで民の士気が上がることだろう。お前はその民と協力して。どうしてそんな。逆だ、他の誰で。すべ、約束言っただ。影光、やっぱりここに君の姿。それならどうしてだろう。それはね、それに、うん、大丈夫。宗師は遺体も、それに宗師を見つけたとすれば
だから僕はそれにもちろん宗師の僕は宗師の王宮の再建にはだから僕それがもうでも君の幸せを願うならこの手をいつも我が君があの指輪を気に入ったと知った時からそうだよ君がいなくなっていつか君に本当は王宮を復興し僕にとって絶対に幸せにして